こんにちは。こんばんは。もしかしたらご覧になっている方おはようございますでしょうか。私の今の時間は7時30分。おはようございます。見物旅のチームです。えっとですね、今まで私のツアーっていうのは、だいたい10日発表だったんです。しかも奇数月の10日。 だから、1月、3月、5月、7月、9月とですね。ところが、今はですね、もうね、毎月って言っていいほど、ツアーの企画を出さなくちゃいけなくて、毎月って言っていいほど、発表になってるんですよ。で、しかも、コロナのですね、緊急事態宣言とかがありまして、ツアーがですね、 どん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 延期になっちゃって一体いつなのこのツアーって自分でも分かんなくなっちゃうところがあったりしてね本当によくつかめてないですで今まで10日発表だったのがそのコロナの関係で7月10日じゃなくて1日発表だったり20日の日に発表だったり なんかいろいろになるんですよね。で今回ね、私は1本この間のコーチがすごく評判良かったんです。でコーチっていうのはあのコロナの緊急事態宣言があってもすごくウェルカムで全然断られなくて来るのいらっしゃいっていう感じなんですよね。すごくなそれであったかい感じですごくいいんですよ。 で、コーチにもう一回行きたいなと思いまして、で、年に一回会長するっていうですね、妖怪に参拝したいなと思ったんです。妖怪のですね、会長が10月の1日。で、10月1日出発で企画を出したんですけれど、いつもね、コーチはね、飛行機が取れませんって、前も一回ありましたよね。 高知のツアーで飛行機が取れなくて結局コロナじゃないのに飛行機の席が抑えられなかったから延期になりましたってお客様方かなり怒ってらっしゃいましたけれどそういう感じでですね1日出発にしたんですけれどやっぱり飛行機が取れないし飛行機も今すごい減便になってるんですよどん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 、うん、飛ばないどんどん減らしてる、まあ 採算取れないんでしょうね。わかります。それで10月1日で出したんですけど、ちょっと無理ですって言われて、9月の30日出発にしてください。ことで、9月30日出発で妖怪のツアーを組んだんです。で、これの発表がね、すごく遅くって、なんともっと早くしあの発表になるかなと思ってたの、私自身は。だから、 大丈夫かなと思ったら、なんと発表されるのが8月の20日なんですって。8月の20日で9月の30日でしょ。1ヶ月ぐらいしかないんですよね。で、20日発表ってことは、お客様の手元に私のツアーが届くのは多分20、20日はぴったりには届かないから23日とかね、そのぐらいになっちゃうんでね、どんどん遅くなっちゃう。で 私が一番嫌いなのはツアーキャンセル、えー。人数が集まらなくてツアーキャンセルになりますよっていうのが一番嫌なんですよ。企画もね考えるのに1日2日じゃないんですよね。いろいろ調べなくちゃいけないしだからそれくらいの時間と労力をかけてるのに人数が集まらないからツアーキャンセルになりましたっていうのが一番ショックです。で自分自身も予定をこの日に組んでるのに ツアーキャンでですすって言われるののがすごく嫌なのでだから選考申し込みっていうのを私はお客様方にご案内して金額も分からない日付も暫定的なとこあるんですけど突然変わったりすることがあるんですけど金額分からないでもここお寺もね必ずしも私が企画出したお寺があのいいですよって言われるかどうかも分からないけれど一応暫定的な企画ってことは挙げて お客様方に先行申し込みっていうですね、感じでお願いしてるんです。で、今回の妖怪員のツアーも、そんな感じの先行申し込みで、ツアーのご案内をしたいと思います。37センチほどの小さな像なんですけれど、その作行きは、奈良時代後期、奈良の直営工房において制作されたと思われる美しい菩薩像です。 彩色に覆われていますが、溶剤は桜のような赤みを帯びた広葉樹が用いられています。集中力のある眼差し、引き締まった瞑想部の表現、胸飾り、腕飾りなどの細工は柔らかく、天ネの有利部も凶木から抽出するなど高度な技術力が伺われます。